コンセプションを初演したジュヌビエブビックススペインの時はモーリス・ラベルが作曲した一幕からなるオペラしばしばコメディ・ミュージカルと呼ばれる日本ではタイトルをスペインの時計と誤記される場合があるが現代のニュアンスはスペインアワーとでも言ったものすなわちスペイン風に流れるひと時である演出上舞台に大時計が置かれることからの連想でタイトルを スペインの時計と誤解されたのが始まりではないかと思われる。あえてイタリアにおけるオペラブッファ形式を借りて作曲し、私はスペイン風にまとめてみましたよ、とラベルの皮肉っぽいシャレが効いたタイトルともなっている。ラベルラベルは1907年にパリのオデオン座でフランノワンのファルサ、スペインの時を見た際にこの劇を作曲することを決心した。 原作者の了解を得た上で1907年に作曲を開始し、同年10月に短期間で完成された。しかし、初演はすぐには行われなかった。これは、長州がこのオペラを受け入れるか当時のオペライコールコミックザの監督が疑問を呈したため、その受理を引き延ばしていたという。初演はその4年後の1911年5月19日に、 パリのオペライコールコミックザでアルベール・リュールマンの式によって行われた。批評家の反応は様々であったものの、ある程度の評価は得られた。日本での初演は、1961年7月1日に、協立行動で、藤原歌劇団、三井市聖一式、ABC 交響楽団にて行われた。約47分ピッコロ、フルートに、大ーボエに、コーラングレ。 クラリネットに、バスクラリネット、バスーンに、サリュソフォーオン、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、コントラバスチューバティンパニ、時計の振り子、大太鼓、小太鼓、シンバル、チューブラーベル、カスタネット、ラチェット、グロッケンシュピール、スレーベル、スプリング、ダンブリン、タムタム、トライアングル、ムチ、シロフォン、チェレスタ、ハープに、ゲン部ブ。 スコアの表紙18世紀のトレドの街、トルケマダの時計店。ラバ引きのラミーロがトルケマダの店に入ってくる。おじにもらった時計を修理してくれという。トルケマダが時計を分解しようとすると、女房のコンセプシオンが入ってきて、街の時計台の時計を調整に行くことを忘れていると、がなり立てる。亭主が出かけようとすると、コンセプシオンは、店の中にかさばる二つの大きな、 振り子時計のどちらかを早く2階の部屋に持って上がってくれとあめき出す。が、亭主には重すぎる。トルケマダはラミーローに帰りを待っていてくれと言うが、これはコンセプシオンには当てはずれだ。というのも亭主のルスに愛人を引き込んで楽しもうとしていたからだ。ラミーローの存在が邪魔なコンセプシオンはラミーロに振り子時計を持って上がってくれないかと頼む。ラミーローは 美人に頼まれ事をされるのが嬉しく、軽々とそれを持ち上げて2階に消えてゆく。それと同時に、コンセプシオンの愛人の一人、ゴンサルベが現れる。ゴンサルベは自作の恋愛詩を披露することで、頭がいっぱいで、早いことを楽しみに移りたい。彼女の気持ちがわからず、ヘンチクリンな誌を朗読する。そこに、ラミーロが戻ってきたので、悪いけれど、 さっきの時計ではなくもう一つの時計の方が部屋にあって、そうだから、そちらを上に上げてくれないかと頼む。ラミロはさっき運んだ時計を取りにまた2階に戻ってゆく。コンセプシオンは、ゴンサルベを、フリコ時計の中に隠してしまう。ちょうどそこにもう一人の求愛者イニーゴがやってきて、早速コンセプシオンを熱烈に口説き始める。それをきっぱり断るところへ。 1> 第1の時計を持ち帰ったラミーロは、ゴンサルベの入った第2の時計を持って、また2階に上がってゆく。コンセプシオンは、時計のメカニズムは微妙だとか言って、一緒に2階に上がってゆく。残されたイニーゴは、作戦を変える。時計の中に隠れて降りてきた彼女を驚かせて、彼女の気を引こうというのだ。ヨーヨーのことで中に入った頃ラミーロが戻ってくる。コンセプシオンに店番を頼まれ。 自分は力自慢だが女心はわからないと歌う。コンセプシオンが降りてきて時計がうまく動かないと嘆く。イニーゴはおどけを始めようとしたが体が挟まって外に出られない。コンセプシオンに出ろと言われても出るのを拒否する。ラミーロが壊れた時計を下ろしてくる。そしてもう一方を持って上がる。コンセプシオンはゴンサルベに向かって感触玉を破裂させる。 ゴンサルベは、全く気にせず朗読を続けるが、ラミーロが戻ってきたので時計の中に隠れる。興奮したコンセプシオンが降りてきたのを見てラミーロは、また時計を下ろしに2階に上がる。今度は、死ではなく、肥満が原因である。そろそろ夫の帰ってくる時刻である。欲求不満のコンセプシオンは今度は、マッチョのラミーロに目をつけ、時計はいいからと彼を2階へと誘う。 イニーゴは時計から出ようとするが、ゴンサルベの方が先に時計から出てくる。外に出ようとしたところで、店の主人が帰ってくるので再び時計の中に入ろうとして間違えて、イニーゴのいる時計を開けてしまう。トルケマダの疑いを招くまいと、イニーゴは振り子をよく見ようとして挟まってしまったと言い訳し、ゴンサルベは時計を買うのだという。 ラミーロとコンセプシオンが降りてくる。みんなでイニーゴを引き出そうとするがダメ。しかしラミーロは一人で簡単に引き出してしまう。イニーゴもまた時計を買う羽目になる。ありがとうございます。